沢村隆さん、表敬訪問した中日、高橋宏斗に、俺にメダル近づけん方がええで。中日高橋宏斗投手、20日28日、名古屋市役所を表敬訪問し、WBC の優勝報告を行った。市長室での報告会後、河村隆市長は当選手の表彰を検討する意向を明かした。報告会では記念撮影も行われ、金メダルを手に並ぼうとする高橋宏斗に河村市長が、メダルは近づけん方がええでと語りかけるシーンも。21年、東京五輪ソフトボールで優勝した選手のメダルをかじり、騒動に発展した過去を踏まえての発言と思われるが、若き右腕は苦笑いで答えていた。持ちネタにしてて草。おもろいやん。ええな。河村隆はこうじゃねえと。転んでもただでは起きないな。JOC からの圧力にも、星垣農家からの圧力にも、屈しなかったからな、もう怖いものなしよ。自分で言うなよ、周りが言って、お前がヘコヘコするのが正しい、だっつの。あの時は、本人そっちのけで、大騒動になってたな。あの事件は不快やけどこれはおもろい。おもろいけどこんなん、言われても困るやろ高橋。川村隆、渡したら噛む。こいつは、金のシャチここにだって噛みつくんだから、大切なものを近づける奴が悪い。チャンネル登録よろしくお願いします。